あなたが住んでいる家はどんな作りでしょうか。日本の住宅の 80% は木造建築と言われています。そして世界では石や土を使った建築物が主流です。そのためか東日本大震災の後から日本の木造建築物に注目が集まり、世界中から日本の建築技術の高さが称賛されています。何を隠そう、地震大国の日本において私たちが安心して暮らしていけるのは日本の優れた建築技術があるからなのです。今回は日本のずば抜けた建築技術についてお話ししていきます。日本は地震大国だからこそ、地震の規模を示すマグニチュードが7であればひとたまりもない国は多いでしょうが、しかし日本ではマグニチュードが7であっても耐えることができる建物がほとんどです。それはなぜかというと、木造建築物は他の素材に比べて軽量で地震の影響を受けにくいこと、建築基準法により壁量、配置する場所、接合部を細かく設計するため耐久性が高い、日本はとても細かく精密に仕事をするという理由が挙げられます。日本は地震大国だからこそその技術を進化させる必要に迫られているのです。それゆえ技術進歩も激しく、世界から称賛されるほど発展したのでしょう。現在はさらに技術が発展して、地面から地震が建造物に伝わる前に免震装置が水平方向の動きを吸収する仕組みなども開発。日本の建物の実に 75% が耐震構造で作られており、今となっては 90% を目指して現在も技術の向上や改善がなされています。世界最古の木造建築、海外が日本の技術を称賛するのは地震への耐久性が高いためだけではありません。他にも称賛されているポイントがあります。それは建物としての魅力です。その一つ、歴史的な建築物である五重塔があります。海外からの観光客から特に人気であるのもその証拠。五重塔は西暦でいうと680年に建てられた世界最古の木造建築であり、観光スポットとしても人気であるのは有名です。五重塔の構造を話せば、それぞれの階が心柱を中心に独立している作りになります。それがポイントで、地震が起きた際に心柱が揺れを吸収する仕組みになっているのです。心柱は地面に固定されていないため、振り子のように揺れに対応します。当たり前ですが、これは今の現在で作られたものではありません。世界最古の木造建築です。なんと古来からの技術でこれまでに起きた大地震を乗り越えてきたわけです。そしてその着想は東京観光スポットのスカイツリーの構造にも五重塔から考えられているのです。いわば伝統的な建築技術と最新の建築技術が融合した世界に誇れる建築物なのです。日本の大工、どんな産業でも最新の技術が世界中にあふれていて、技術躍進に没頭している技術者がいます。そういった中でも日本の木造建築物は今でも昔からの伝統的な技術が使われています。これも世界中の人々から驚かれているところですが、
ネジや釘を使わないで木と木を固定するために木材を正確に切断してはめ込み接続し建造。私たちは当たり前に考えているような技術が、日本の大工職人は世界でも耐久性の高い精巧な技術を持っていると世界から称賛されています。具体的な企業を紹介すると、愛知県にある小林建工は日本の伝統的な大工仕事を専門とする建築事務所。その仕事ぶりが動画サイトで紹介された際には、海外で注目され多くのいいねを得て高評価を獲得しました。ヨーロッパの専門家の意見で解約。職人たちの伝統的な技術はネジや釘、他の金属の留め具すら使いません。ですから家の基礎をしっかりと保ち、長く持続するのが特徴になります。そしてなんと接合部分には接着剤も使用していません。長年の厳しい修行は必要ですが、日本の素晴らしい技術を確実に受け継いでいるのです。ところで日本の木造の技術はこの20年ほどが転換期とも言われています。阪神大震災の悲惨な被害は今でも鮮明に覚えている方も多いでしょう。震災の死者の多くは建物の下敷きになる圧死が原因。地震に強い日本の家がものの見事に崩れたのです。なぜそのようになったかというと、在来工法といって明治以前や以後に西洋から伝わってきた技術が混入し、つまりこれは日本の伝統的な工法ではありませんでした。明治政府が欧米諸国に恥じない文化を目指してヨーロッパから建築家を招聘、技術を伝授してもらい、それ以後家づくりは路線変更をしていってしまいます。つまりは見た目が良くなったとしても、日本の土地からすれば解約となっていた部分もあり、時代を経て阪神大震災での被害につながったと専門家の見解があります。日本の建築技術の発展を支える実証実験。日本の安全性の高い建造物を作るため、実は様々な実証実験がなされています。例えば日本の伝統的な工法木組みで建てた建物が本当に安全性が高いのかを知るためには、ぶっつけ本番では困るわけです。住んでみて危険でした、命を落としました、では話になりません。そのため安全であるかどうかを実験するのです。実際に日本の伝統的な工法木組みによる木造建築物に対しての実証実験。どういう実験かというと、木組みで作られた木造住居を巨大なジャッキで押したり引いたりします。そしてその実証実験を行った結果、大きく傾いても倒壊しないことが判明し、他にも様々な検査をした後に安全性が確認できます。これらの実証実験を行う建築研究所と日本住宅木材技術センターは、人々の暮らしを守る住居について大変熱意のある団体。実証実験をし安全性を証明しているのです。そして今もなおさらなる安全性を高めるために実証実験を続けています。これからも日本の木造建築物を支える技術は受け継がれ、海外からも称賛されることでしょう。古来から続く日本の技術、受け継いでいる日本人は本当に素晴らしいですね。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
現在はさらに技術が発展して、地面から地震が建造物に伝わる前に免震装置が水平方向の動きを吸収する仕組みなども開発。日本の建物の実に 75% が耐震構造で作られており、今となっては 90% を目指して現在も技術の向上や改善がなされています。世界最古の木造建築。海外が日本の技術を称賛するのは地震への耐久性が高いためだけではありません。あなたが住んでいる家はどんな造りでしょうか。日本の住宅の 80% は木造建築と言われています。そして世界では石や土を使った建築物が主流です。そのためか東日本大震災の後から日本の木造建築物に注目が集まり、世界中から日本の建築技術の高さが称賛されています。何を隠そう、地震大国の日本において私たちが安心して暮らしていけるのは日本の優れた建築技術が。木造建築物は他の素材に比べて軽量で地震の影響を受けにくいこと。建築基準法により壁量、配置する場所、接合部を細かく設計するため耐久性が高い。日本はとても細かく精密に仕事をするという理由が挙げられます。日本は地震大国だからこそその技術を進化させる必要に迫られているのです。それゆえ技術進歩も激しく世界から称賛されるほど発展したのでしょう。あるからなのです。今回は日本のずば抜けた建築技術についてお話ししていきます。日本は地震大国だからこそ、地震の規模を示すマグニチュードが7であればひとたまりもない国は多いでしょうが、しかし日本ではマグニチュードが7であっても耐えることができる建物がほとんどです。それはなぜかというと、他にも称賛されているポイントがあります。それは建物としての魅力です。その一つ、歴史的な建築物である五重塔があります。海外からの観光客から特に人気であるのもその証拠。五重塔は西暦でいうと680年に建てられた世界最古の木造建築であり、観光スポットとしても人気であるのは有名です。